どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、KC カップもう控えてますので、そろそろ環境考察入っていこうかなと思いまして、動画撮ってます。第1回目、ヒーローについて考察していきます。先日挙げた環境考察でも、ティア1に、個人的に昇格した。ほんま個人的にやけど、昇格したヒーローですね。まあ、これなんですけれども、特にクーガ団がね、まあ、弱体化してドンパとダイナーっていうのが絡みづらくなりました。ヒーローは、まあ、ウィズは辛いのはまあもちろんなんですけれども、まあ、ドンパの、効果破壊によってデッドリーがやられてしまう。あとダイナーによる、除外&暗記の、突破、まあ、このあたりっていうのがちょっと嫌なところでした。ただそこが絡みづらくなったっていうのは明確にヒーローが、クーガ団に対して有利になるポイントだと思います。で、結果として、まあ、先行デッドリーが生き残ったりだとか、そういうのがするので、相性が改善気味じゃないかっていう風に見ております。だから、クーガ団は一応、罰印ついているんですが、まあ、罰がついているからといって、特別ね、すごーく苦手とか、そういうわけじゃないです。勝率が、なんか2割しか出ないとか、そういうほどではないとは、個人的には思っております。で、サイマジンに関してもバテルのみだったらむしろ優位を取れるまであるんじゃないかと、6割ぐらいとかね、行くんじゃないかっていうふうには思っております。で、ママが出る確率っていうのは、まあ、バテル3、グリモ3の構築プラス、ママが3の構築だとして、計算したところ相手先行で 37% でした。なので 63% ぐらいはむしろ出ないので、そう考えると、若干有利なんじゃ、有利じゃない、そこまで絶望的なね、数字ではないんじゃないかというふうに思っております。で、かつ、向こうの事故のことだとか、こっちが先行で狡猾構えたパターンだとか、あとは聖杯だったりとか、そういうの絡むことも考えると、まあ、絶望的じゃないよねっていう。だからここ、クーガ団とサイマージバドに対して罰ついてるけれども、そこまで絶望的じゃない。っていうのが、個人的には、まあ、ヒーローを評価している点ではあります。また、海外じゃそんな流行ってないんですが、日本じゃかなり流行っているヴァンパイアね。これが海外にも普及していけば、KC カップ、ヴァンパイアが一時環境を占めるっていうことも考えられます。その時にそこで強く出れるヒーローっていうのは追い風じゃないかと思っております。で、ミラー考えないんだったら、草原のスキル採用すると、下級が18打点になってデスサムライの17打点を超えてきます。で、さらにコズミックサイクロン3枚積んでおくと、相手のヴァンパイアエンパイアに対して、帝国ですね、そこに対してコズミックサイクロンを打ち込むことができれば下級同士の戦いじゃ負けなくなると。で、もしミラーも考えつつってなるとすると、運命のステージがいいと思います。ただ運命のステージだと攻撃されるときは弱いままなので、防御札をちょっと積まないといけないということになります。じゃあコズサイが3枚積みづらくなるかなというふうには個人的には思っております。で、他、まあこれダーヒョンさんから教えてもらったやつなんですけれども、墓所封印ですね。あ、ちなみに墓所封印っていうのは、その墓所封印使いますって言った時から石津のスキルなんですけれども、相手ターン、次の相手ターン終わるまで自分相手は墓地からの特殊召喚や、墓地からの除外とかっていう墓地効果使えなくなるんですよね。だからそうなると、空画団はレップ、アマゾネスは維持、サイマジマドはゲーテ、これめっちゃでかいよね。で、ミランに対しては、ディバイン、ディアボリック、バイオン、そのあたりの効果は使えない。ヴァンパイアに関しては墓地からの特殊召喚全部消えるっていう風な感じで、一応まあ電池に関しても業務用出せないなどがあるので、墓所封印にスキルするだけでかなり、いろいろメタれることができるんですよね。だ、墓所封印のデメリットっていうのは、ウィズの28の守備を抜けないっていうところ、これ運命のステージも同じなんですけれども、になるので、まあなんだろうね、その時の環境によって使いやすかったり使いづらかったりするんですが、環境によっては墓所封印ヒーローも注目されます。以上のことから、まあ個人的にはクーガ団はティア1であり、KC でも採用する、タイミングっていうのは十分あるテーマに、この前のね、規制によって変わったんじゃないかと思っております。じゃあ、早速ね、まあどういう感じの動きをするのかっていうのを含めて動画ね、見ていただきたいなと思います。ちなみにデッキはこんな感じです。はい。では、ここからはね、ヒーローの立ち回りフェーズになります。アマゾネス、サイマジマドウ、ヴァンパイア、クーガ団。
このあたりに対して、まあ、簡単なやつで撮ってます。まあ、1時間ほど、ちょっと協力してもらって、ディスコードでね、ボイチャーしながら撮ってたんですけれども、それをまあ、リプレイで、解説していきたいと思います。まず、今回はヒーローが、基本的にはデッキパワーがクーガ以外に対しては高いという判断をしているので、コズミックサイクロンを3枚積んでおります。そうしたことによって他のデッキに対して、しっかり後ろを触りながらいけるかなと。でここなんですけれども、まずディバインを落としました。理由としては、バイオンが融合がもうすでに持っているので融合をサーチする必要ないってことは、まずディバインを落としておけば次の2ドローにつなげることができるということでこうしました。で、もし万が一ね、あの吸収が2枚あった時のことを備えてこいつ出したんですが、おそらくこれ出さない方が良かったと思います。アマゾン S 読みなんで、それだったとすると、プリンセスのね殴る的になっちゃうから、これは正直、プレミかなと思います。でここを開いてきたタイミングでコズミックサイクルを打ちます。そうすることでハンドのモンスターは出させないと。で、これでターンを返します。でプリンセス出てきたんですが、そこに対してはまあこう効果使わされちゃうっていうね。だから結果的に言うと、もしこいつがいなかったらライフ800ね、多く与えることができてたと思うので、若干のプレミかなというふうに思います。ただこういう風な展開になると。でここで今ドリームガイを落としたんですよ。これが、後々すごく大切になってきます。じゃあもうちょい進めていきましょう。で、一番上が虫だったことと、バイオン自体が別にこいつらに対して特別優位性を持つことができないので、バイオンを切ってデッキ圧縮をしていきます。デッキ圧縮したんで、もうこれでもうモンスターかなりいるんです、落ちてるんですよね。要はこいつが攻撃力3200、2200か3200まで上がってるっていうことは、もう5体 AD ヒーロー落ちていてみたいな風な状況、さらにバイオンもめっちゃ落ちてるっていう状況なんで、魔法カード引きやすくなります。ここでまず殴ります。このままだったら、吹っ飛ばされちゃってマスクチェンジできないんですが、これが非常に大切です。ドリームガイがいることによって、ダメージ捨ての時にドリームガイを横に広げることができる。そうすることでこいつ飛ばされたとしてもマスクチェンジができるんですよね。だからドリームガイっていうのは1枚入っているだけで VS アマゾネスの勝率がかなり変わると思います。で、こうなると。で、ここから殴るんですが、これマスク2枚あるからこう一気に与えられるだろうっていうことを思われる方はまあいると思います。ただこれ、マスクプラスコズサイでここ飛ばしていて、なんて言うんだろう、デッドリーを残すっていう選択肢もできたし、他にはマスクプラス聖杯でも良かったわけで、だからね、マスクじゃなくてマスク聖杯とかマスクコズサイとかでも良かったから、逆にマスク絡まないでコズサイ聖杯とかでも良かったわけで、って考えると別にそこまで要求値が高い反動っていうわけでもないんじゃないかなっていうふうには個人的には思います。これが、VS アマゾネスに対しての立ち回りかなと。正直スキルはアマゾネスに対しては、何でもいいのかなと。まあ粉砕の方が、トリニティのワンキルをしやすくなるので、アマゾネスに対しては粉砕がいいのかなと思うんですが、まあそこまでスキルなくてもしっかりあれを詰めていれば、コズミックサイクロンだとかバック干渉札を積むことができていれば、アマゾネスに対してはむしろ有利に立ち振る舞えるんじゃないかと個人的には思っております。まあ引き次第っていうところも多少はあるので、まあ一応フラットにはしてますけど、相性的にはね。ただまあ16打点が相手が基本聖戦士じゃないと抜けないんで、そこですね。まあ後ろ吸収がある状態で、アマゾネスの剣士に突っ込むみたいな下級でね、そういうことをしない限りはいいんじゃないかと。で次サイマジ魔導ですが、サイマジに関してはママを立てられちゃうとめっちゃきついっす。なので、そこだけですかね。ママが立たなかったらむしろ有利なんですが、ただ、局所じゃなくてコズサイ型なんでゲーテをピンポイントに抜けないってこともまあまああります。その場合はちょっとしんどいには変わりないけど、モンスターを特殊ターンエンド、まあただここはちょっと割り切ってますね多少。たださっきと違ってこれダーヒョンさんのアドバイスで墓所封印ヒーローを採用しております。墓所封印にすることによって墓所封印を使った後ね、自分と相手は次の相手ターン終了時まで墓地のカード除外したり墓地から特殊召喚とかできなくなるんですよ。そういうスキルなんですけど、これが何に刺さるかっていうと、まず、ゲーテ打てないから窓に刺さるでしょ。であとは
ヴァンパイアに刺さります。でさらに空画弾烈風が採用することがされることが増えることが予想されるので、空画弾にも刺さりますし、アマゾネスに関してもアマゾネスの意地を使えない。でヒーローミラーにおいても、相手バイオンの効果使えなかったりディアボルの効果使えなかったり、ディバイの効果使えなかったりっていうことになるので、ミラーにおいても強いというわけで、墓所封印ヒーローっていうのはかなりいいんじゃないかと。でちょっとしたテクニックなんですけど、今のはバイオンでディアボを落としました。これなんでかっていうと、ディアボを落とすことによって、相手はあこの後ディアボの展開こう来るかもなみたいな感じのことを予想してゲーって打てないんですよね。でもそこをその相手の思惑を無視してこうすることによって、相手からしたらすごくアド損感をね与えることができると。さらにこれで自分が除外したいっていうフェーズ終わったので、このタイミングで墓所封印を使います。でマスクチェンジを打ちます。ここ無効にされたので、次に私がするのは融合を発動してトリニティになります。そうすることで、相手のサイマジを全部処理できると。アンキーだったらこの後のレベル8が出てきて単純に戦闘で負けるっていうフェーズが出てきちゃってたんで、まあこっちで良かったのかなっていう、まあ相手の実力次第ってところもあるっすけど、コズミックサイクロン打ったところに対してどうするかっすよね。まあでも先にコズサイ打ってても良かったかもね。コズサイ打ったらもしそこを無効にしてくれていれば、今の流れだったらトリニティからのマスクまでつなげることができたから、先にコズサイ打った方が結果としては良かったかもしれないですね。まあ相手のリアクション次第なんですけれども、まあこの後いろいろ展開進んでいくんですが、正直なところコズサイが無駄になったんで、でここもし相手がゲーテサーチしてなかったら、ここを真ん中の小さいぶっ飛ばしてそれで勝負終わりかなと思ったんですが、まあちょっとそううまくはいかなかったですね。でここまあむしろモンスター引いてたら俺の勝ちやったんですよ。あのトリニティ殴ってトリニティ飛ばしたとしても16打点のモンスターへ殴れば勝ちやったんですが、まあ残念ながらそうはならなかったんですよね。で、バテルがもう一体出てきます。でこの展開になったんで、殴られる殴られる、でまあモンスター引けるかなどうかなーって、まあちょっと正直しょっぱい展開かなと思ったんですが、ここで狡猾引けました。なので2枚伏せます。で1枚ステイもバテル出てるんで、もうこのタイミングで狡猾打つとデッキの中にバテルがいないっていう状況になるんですよね。だからサイマジになられる前に狡猾を打つというところかなと思います。でバテルがいないのでこれで、サレですね。正直墓所封印に関しては、多少有利には振る舞えますが、そのターンに決め切ることができなければ、まあしんどいには変わりないのかなと思います。まあ一番理想的なのはバテルだけ、相手がバテルだけだった時に墓所封印して、そうするとまあトリニティからの暗記とか、普通に単純に暗記で殴るとかそういうこともできるので、うんみたいな、まあ、サイマジが立っていなかったらもっと、綺麗にね、墓所封印の良さを出していたのかなと。ただ、まあ、サイマジが立っていない窓、まあ、バテルだけの窓との試合を取ってもしょうがないかなと思ったんで、今回この試合を紹介しました。で、次はヴァンパイアですね。メインのメタ対象なので、ここに対しては強く出れます。墓所封印で相手の墓地の効果を全部無効にするんで、ヴァンパイアって結構墓地活用をすごいするデッキですよね。だからその墓地活用ができなくなるっていうだけで、ヴァンパイアは正直かなりしんどいはずです。で、ヴァンパイアってやるときは、帝国張られてるときにデッキから要は落とせないんで、バイオの効果だったり、デッドリーの効果だったりっていうのは、ちゃんと帝国がない状態じゃないと使えないっていう、そこだけ注意が必要です。で、ヴァンパイアシフトなんでこれが。で、ドローフェーズにね、やっぱ違いますわ、プロは。プロは違う。墓所封印される前に、ちゃんとドローフェーズで打ってこられたんで、まあ、残念ながらドローフェーズ、墓所封印のね、いいところっていうのは見せることできなかったんですが、ここで今、墓所封印しました。こうすることで、ここあたりを一掃したときに、なんて言うんだろう。次のターンね、相手が。じゃあ、なんか、ワイワイやったとしても、相手は墓所封印で墓地効果使えないんで、結局自利品にさせることができていたかなというふうに思います。で、ヴァンパイアがめっちゃ流行ってるから、俺はあのドリルガイを今2枚積んでるんですよ。ディシジョンの枠を全部ドリルガイにしてて、それはなんでかっていうと、これ
守備力ゼロのモンスターっていうのが横に出てくることってまあ結構多いんですよね。特に使い魔とかっていうのは横にしがちだし、そこに対して貫通を与えることができるドリルガイ、それが非常に強いかなと思って自分はドリルガイをガン積みしてます。ただそれがなんて言うんだろうな、ヴァンパイア的にはしんどいんじゃないかなっていうふうに思っております。あとディバインガイ入りできればこのヴァンパイアエンパイア潰すこともできるしとかとかいろいろ考えると、まあかなり、有利取れる。まあ一番ヴァンパイアからしたら嫌なのがこのドリル、とコズミックサイクロンガン積みされたヒーローじゃないかなっていうふうには思っております。でここなんですが、募集封印にしましたが、正直草原でもいいのかなっていうふうには思ってます。草原だったら、コズミックサイクロンで、飛ばすことができればね、ヴァンパイアエンパイア飛ばすことができればデスサムライに打点で勝てるんで、そういう意味では全然草原でもいいかもしれない。運命のステージでもいいです。運命のステージもいいんですが、運命のステージがちょっと嫌な理由は次にあって、これ最後絆の力、空画団との試合なんですが、ウィズが抜けなくなるんですよ。そうなるとウィズ抜けないのしんどいな、自利品になってめんどくさいなって思って、暗記になってもウィズ抜けないってなると嫌だけど、草原だったら3000になるよね暗記が。だからそこがいいかなと思いまして、とは言ってもドンパ入りされたら小草原笑えるんですよ。ただドンパ入りしてくれるってことはイコールどういうことかっていうと、ドンパが縦で出てくる確率っていうのが非常に高いというふうに思っております。まずコズミックサイクロンで後ろ剥がします。で基本的には全部マス埋めたくないはずなんですよね、クーガ団側からしたら。だからウィズがこのドンパウィズだった場合、回復値が4号で止まるんですよ。そこはすごく個人的には、いいかなと思っていて、ここで融合してトリニティになるとこれ4号で終わっちゃうんですよね。で要求札としてはプラス聖杯なんですよ。でここが別にマスクチェンジだったとしても、いい、まあ割とねかなり有利な展開で2300削ってみたいな展開になってたから、でハンドゼロみたいな感じになってたんで、個人的には草原にするだけでね相手に対してプレッシャー与えることができるんじゃないかと、まあ個人的にはそういう風に思います。というわけでね、まあこんな感じでざっくりとね、まあリプレイを、解説しながら流していったんですが、いかがだったでしょうか。個人的にはヒーローがね今は、様々なテーマにおいて、まあサイマジ立てられたらきついとか、小ずさえない状態でアマゼンスきついとか、ウィズでいい感じに無効されたらきついとか、ちょっとちょこちょこ苦手な部分はあるんですが、とは言っても絶望的に苦手っていうのがなくて、かつバック干渉を多く積みやすくなったかなと、相対的にいうふうに思っております。なのでまあヒーローは KC カップでは注目しているテーマになります。参考になれば幸いです。では、今回動画以上になります。よろしければチャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。